一人なんとかをレベル別に分けました。できること、できないこと教えてください。レベル1、一人カラオケ、できますね。実際やってます。仕事帰りに一人でカラオケ行ったりとかします。レベル2、一人映画館、あ、行けます。全然やりますね。レディースデーとか、一人で映画見に行ったりします。泣いたりするのはあまり人に見られたくないので、レベル3、一人中華。行けますね。王将とか、もう実際一人で行くんで。レベル4、一人焼肉。余裕ですね。これも全然一人で行きます。なんか最近、一人焼肉専用の焼肉屋さんみたいなのができて、そのおかげで結構一人で焼肉行ったりします。レベル5、一人旅、国内。行けますね。国内だったら全然大丈夫です。むしろ一人の方が計画とかしやすいですね。人に合わせたりとかするの大変なので。レベル6、一人牛丼、余裕ですね。むしろこっちの方がレベル低くないんですかね。松屋派ですね、私は。レベル7、一人居酒屋、行きますね。行きつけの居酒屋があって、そこをマスターとおしゃべりするために行くっていうのがよくあるんで。レベル8、一人ディズニー。あ、ちょっと無理ですね。ちょっと無理です。寂しいですね、ちょっと。レベル9、一人旅海外、無理ですね。ちょっと無理。ちょっと寂しいかも。レベル10、一人立ち食いそば。それはなんか余裕ですね。でも立ち食いである理由あるんですかね。なんか恥ずかしいポイントが。わかんないんですけど。千尋さんのおっぱいとトップの特徴を教えてください。色と形、それぞれ教えてください。おっぱいはね、着痩せするタイプってタイプなんですけど、D カップで、大きいと思います。普通に。一番特徴的っていうか、自分のチャームポイントだと思ってるので、肌も結構白い方で、トップもピンク色に近いかなって感じなので、よくあるエロ漫画に出てくるおっぱいみたいだねってめっちゃ友達に言われるんで、なんかそれ言われてから結構自分のおっぱいが好きになりましたね。いいんだ私のおっぱいみたいな。自慢しようって感じで。